お疲れ様です。今回は映画猿の惑星シリーズ世界一わかりやすい動画やっていきます。もう間もなく最新作猿の惑星キングダムが公開されます。このシリーズ1作目が1968年ということで、現在もう56年ほどシリーズの開始から歴史があります。僕も最初見た時長すぎじゃねと驚きました。これまでの過去シリーズをざっくりと振り返ることで、もっと最新作を最高に楽しもうという動画になっております。細かく全ては話しませんが、ざっくりネタバレありになっておりますのでお気をつけください。ぜひ映画見終わった後ですね、何か本編もご覧になって一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。このチャンネルは好きな作品がもっと好きになるような情報やストーリーを発信しておりますので、チャンネル登録と高評価何卒お願いいたします。あとはコメントのやり取りがモチベーションにつながります。コツコツ返信してますので、ぜひコメントしていってください。早速参りましょう。まずは旧シリーズについてご紹介していきます。一番最初の猿の惑星から最後の猿の惑星まで5作品をですね、この動画では表しております。原作はフランスの作家ピエール・ブールが1963年に発表した小説です。戦時中にですね、このブールがフランス軍としてアジア人の捕虜を従えていたんですが、今度は自分が逆に捕まってしまい、アジア人にですね従うことになるという逆転現象を体験したことから作られたと一説では言われております。ただですね、原作本の方は終わり方が映画とはですね、また違った展開になっております。はい、1作目が1968年猿の惑星です。ちなみにこう最新作キングダムは新しくリブートされたものと連なっているので、まあ、旧シリーズの方はですね、本当にどんどんテンポよくざっくりとお伝えしていきます。主な主人公はこのテーラー大佐、彼が宇宙船リバティ1イカルス号に乗って6ヶ月の宇宙飛行をしていました。船内の時計では1972年だったんですが、地球では2673年もかなりの月日が経ってるだろうということで、よし地球に帰るぞとコールドスリープスヤーとやっていきます。しかしトラブルが起き、目が覚めてみるとそこはとある謎の荒れたですね、荒廃した惑星に不時着してしまいます。どうにかして地球へ戻らなければと。ただこの星は知性ある猿が支配する星、そして人間は知性が低く奴隷として扱われている、猿と人間の関係性が逆転している不思議な惑星でした。ここで獣医であるジーラ博士と考古学者のコーネリアスと出会います。この二人は人間に対してですね、比較的友好的で、人から進化して我々のこの今のその猿の姿になったんだっていう考え方を持っていました。この星には他にも謎があってですね、タブーとされる禁断の地帯があり、そこに行ってはいけませんと言われていました。ここでテイラー大佐ですね、同じ檻にいるノアですね、この世界にいる人間というのは知性が低いので言葉を話すことができません。ただこのノバという女性と行動を共にしていきます。ここでザイアス博士というですねオラウンタンと出会うんですが、この人が何か猿たちの歴史の秘密に対して隠蔽しているなっていうのが分かってきます。この宇宙船からやってきた知性があるテイラー大佐と出会ったことで、こう裁判というか査問委員会をかけていきます。ただここで人間に対して友好的な立ち位置であるジーラとコーネリアスとですね、追い詰めようとしていく流れになっていきます。やばいやばいぞと。この世界は猿というのもタイプはいろいろあって、ゴリラ系の猿はパワー、戦士、兵士、オランウータンは知性である賢者、そしてチンパンジーはこう兵隊だったりとか、あとは器用なキャラクターとして登場していきます。追い詰められていくテーラーたちは逃走を図ります。そして逃げ出した時にその禁断の地帯へと足を踏み入れていくんですが、猿たちの聖典にあった歴史とは違う歴史を感じる遺跡がそこにはありました。そして禁断の地帯を進んでいく中でですね、あったのが人間の運命と呼ばれるものがありました。ここはですね、今更語る必要はあるのかっていうぐらいですね、もう大々的にお役になっているネタバレ部分ではあるんですけれども、この大落ちの部分がね醍醐味になっていて、こう若い方とかでもまだそれを知らないっていう人もいると思うので、ちょっと今回は伏せさせていただきます。ここがやっぱり一番このシリーズ話題になった部分ですので、ご覧になってみてはいかがでしょうか。この猿の惑星は人種問題、社会風刺だったり破滅的なエンディングを迎えるっていうところはですね、非常に話題になりヒットを飛ばしました。その後続猿の惑星が制作されます。1の後ですね、禁断地帯に行ってノバと2人で行ったんですが、テイラーはですねあることにあーってなって、なんかこう不安って切れて行方不明になってしまいます。ここでですねリバティ2、また別の宇宙船がこの星にやってきます。それに乗っていたのがブレント少佐です。2の主な主人公ですね。このブレント少佐がテイラーと別れてしまったノバと偶然出会います。そして彼女がテイラーの知人だったことを知ります。ノバに導かれる形でブレントもコーネリアス夫妻へと出会います。そんな中で強硬派ウルサスというですね猿が禁断の地を制圧するべきだということで、武力でですね制圧をしに行きます。
ここで禁断地帯の廃墟となった地下に実はミュータント化した人類が生き残っていることが明らかになります。しかも彼らテレパシーとか幻覚を見せたり超能力が使えます。ただ時を経たことで思想も歪んでおり、コバルト爆弾というですね、この後ろにある大きなこの爆弾を信仰している、ちょっとカルト宗教っぽくなってたんですね。原爆水爆っていうものをコバルトでこう覆ったものらしくてですね、威力も非常に高く、土地もですね汚染してしまう、惑星を破壊してしまう兵器でした、この地下世界ミュータントたちに囚われたことでテイラーとブレントは再会を果たします。この2作目では猿の軍隊、制圧しようとする猿たちとミュータントたちの戦いにテイラーたちが巻き込まれていきます。猿の軍隊の猛攻によってですね、ミュータントたちも抵抗するんですが次々と倒されていきます。なんとこの2作目の主人公的なブレントも亡くなり、1作目の主人公テイラーもですねバキュンと打たれて重傷を負ってしまいます。猿と生き残ったミュータントたちの戦いをですね目の当たりにしたテイラーは自らですね命からがらコバルト爆弾のスイッチを押し、ボーンと画面は真っ白になっていき、この惑星は完全に破壊された感という物語ですね。なんとも絶望的破滅的な人間のですね業、そして知性を持った生命体の愚かさを表した2作目、ここから1971年、新猿の惑星が描かれていきます。主人公はですねコーネリアス夫妻になりまして、この2作目で惑星が破壊される前に1作目でやってきたこのリバティ1宇宙船をですね引き上げて星を脱出するっていう話です。脱出したんですが、先ほどのコバルト爆弾の爆破によってですね時空が歪んでしまい、降り立ったのが1973年の地球に降り立つということで、今度は逆に猿たちが人間の世界にやってくるっていう話です。当然ですね地球の人たちからすると、宇宙船が地球にやってきたぞ、中に乗ってるのはどこの国の人間だと思ったら、蓋を開けたら猿たちが乗ってるということで、もうびっくらなんですよね。なんじゃこれやと。しかもどうやら会話もできるサーモン委員会にかけられて、彼らのこのどうやってやってきたのかとか、どういう星にいたのかっていうのがですね質問されています。まあ当然ここでですねいろんな事情を説明してきたところ、世界的にもですね歓迎ムードでコーネリアスたちは迎えられることになります。ただですねやっぱり相場問屋がおろしません。この猿たちをですね危険視するものも現れます。なんだかあいつら怪しいぞと。そして印象が悪い猿の惑星での彼らが人類に対して行ったこととか実験をしてたこととかね、彼らの惑星は猿たちが争ったことで崩壊してしまったという事実も明らかになってしまいます。猿たちが我々を滅ぼす存在だ、断種だということで激しくですね追い詰められていくことになります。ただ、まあ、当然ですね人間の中にも彼女たちを守ろうとする人物ルイスとスティービー博士によってなんとかですね命からがらアーマンドサーカス団っていう場所にかくまわれていくことになります。まあ結局はですね、ざっくりになってしまうんですが、コーネリアス夫妻もあることがきっかけで亡くなってしまいます。これで猿たちの種族は途絶えたかと思えて、実はコーネリアス夫妻の子供はですねサーカス団の猿に紛れて隠されていて生き延びていたっていうお話です。はい、その後1972年、猿の惑星征服が制作されます。でもものすごい短いスパンでねこの映画続編が制作されていました。時間軸は20年の月日が経ち1991年です。この時には未知のウイルスで犬や猫は絶滅してしまい、知性がある猿がペットとして人間のねお供になっていましたが、その猿たちっていうのが調教することで労働力にもなる、そして人類は猿をペットから奴隷にしていました。恐ろしいですね。そんな中1作目で生き残っていたコーネリアス夫妻の子供マイロっていうね、コーネリアス夫妻の仲間の名前が付けられていたんですが、引き取られたアーマンド、まあアルマンドっていう風にですね訳される時もあるんですが、彼によってシーザーという名前が付けられております。ただあることでシーザーが言葉を発してしまい、昔やってきたあの言葉を発した謎の猿たちの仲間なんじゃないかと疑われ出して、主であるですねアーマンドが捕まってしまいます。そしてですねなんとこのアーマンドは取り調べを受けている時にこうなんかですねこう揉めたことであーってなってビルからですね転落して亡くなってしまうんですね。ってなっちゃいます。シーザーもですね結局はこう捕まって捕らえられてたんですが、人類に復讐を決意し仲間たちを率いて反乱を起こしていきます。ただこの時にシーザーをですね助けてくれる黒人のマクドナルドっていう男性がいるんですね。マクドナルドもまた黒人男性なので人種的にこう差別を受けてきた、自分たちの未来がシーザーと同じなんじゃないかっていうことで感情移入してシーザーたちを助けたりしていました。まあ、こうやってマクドナルドから諭される形で人類にですね復讐の炎を燃やすことはやめたものの、この星は猿たちに支配され猿の惑星になってしまうというお話です。そして
1973年、これが旧シリーズの一番最後、最後の猿の惑星が制作されます。時は流れて、猿たちと人間の争いはですね、核戦争へと発展していき、近代化していた文明は衰退しています。ただ、人間をですね、シーザーたちは奴隷ではなく、こう、召使いとして、自分たちよりも下の存在として扱いながら共存していました。そんな中ですね、シーザーの両親、コーネリアス夫妻の記録テープがあるということで、廃墟の中に入っていくと、その記録テープの中には、猿が惑星を滅ぼしてしまったっていう事実を知ってですね、シーザーはショックを受けます。さらに、この世界でもですね、猿と人間の争いの中で、地下に生き延びたミュータントたちもまたこの世界でも存在していました。そしてこのミュータントたちはこの星を支配する猿たちに先制攻撃を考えて計画を練っていました。この時にですね、人間を敵視するアルドーがシーザーへの反乱をですね、企てていくことになります。猿は猿を殺さないという鉄の掟があったものの、このシーザーへのですね、反乱がシーザーの息子コーネリアスにバレてしまい、シーザーの息子コーネリアスを口封じで殺めてしまいます。知性を持った猿たちも蛮行に進んでしまう。地下のミュータントたちと反乱を企てたアルドーたち、お互い泥沼の戦争状態に発展していきます。この時にシーザーは先ほどのマクドナルドの弟からですね、人間を解放するべきなんじゃないかと、召使いではなく対等に共存すべきではないかっていう提案を受け入れてですね、解放していきます。お互い人と猿、ここでようやく対等な共存へと進んでいきます。そこからさらに歴史は流れていき、2670年、シーザーの伝説を人と猿の子供たちに語り継ぐ姿が描かれていき、最後にこのシーザーの石像が涙を流すという物語でシリーズは一旦幕を閉じます。だいぶ駆け足で説明してきたんですが、この最後の涙を流すシーンっていうのが人と猿が共存した平和の涙なのか、それともこの後また同じように争いを繰り返す悲しみの涙なのかということで、意見は割れているというお話になっております。作品の知名度は高いんですけれども、毎回制作費が下がっていって、徐々にですね、こう尻すぼみになっていったっていうのも言われているシリーズであります。この後にもですね、1974年には猿の惑星のテレビドラマが作られたりとか、1975年には漫画アニメシリーズがあったそうです。そして1980年代にもう一度猿の惑星のリメイク企画が動き出します。ただこれが10年以上ですね、その企画が停滞して、なかなかですね、誰がやるんだとあっちこっちに話が進んで、なんやかんやあって、1980年に企画が動いたものが公開まで全部合わせると19年、約20年ですね、時間がかかり、あのシザーハンズとかね、作ったティム・バートンが監督を務めたプレアネット・オブ・ザ・エイプス、猿の惑星が公開されます。僕と同じ世代の人とかね、こっちの猿の惑星の方が結構ね、見たことあるよって人多いのではないでしょうか。この猿の顔の造形、特殊効果っていうのは結構日本でも話題になって、当時やっぱり CM とか、あとは金曜ロードショーとかでもね、その後放送されていたと思います。日本でも48億円というね、ヒットを記録した作品ですし、終わり方もですね、また初代とは違う絶望があってですね、それはそれでより原作に寄り添った形になっていて、面白みのある作品になっております。2001年版の方はこれぐらいに割愛させていただいて、ここからさらにリブート企画が進んでいき、今この新しく続いているシリーズになっていきます。2011年、猿の惑星ジェネシスが公開されます。こちらはですね、その CG フェイシャルキャプチャーを使った猿たちの表情が魅力的になっております。ここで活躍したのがアンディ・サーキス、ロード・オブ・ザ・リングのゴラムとか、あとはハリウッド版ゴジラの1作目のゴジラとか、スターウォーズ新3部作のスノーク将軍だったり、ベノムシリーズでは監督を務め、ザ・バットマンではね、役者さんとしても活躍する、非常にマルチな方が、シーザーのモーションキャプチャー、フェイシャルキャプチャーを担当されます。1作目の主人公はアルツハイマーのこの病気の研究をやっている研究者ウィルが主人公です。彼が ALZ112 というですね、薬を研究していました。これを実験台の猿に飲ませたところですね、高い知性を発揮し、知能を測るゲームとかもですね、ものすごいスピードで攻略していきます。この人物、このお猿さんこそがシーザーではなく、ブライトアイズという目の光彩、瞳がですね、ちょっと黄色とか緑っぽい、特殊な目をしていることからその名が付けられました。ただこのブライトアイズがある時ですね、突如なぜか暴れてしまい、処分されてしまいます。せっかく研究の成果が出たのにと思ったところで、実はこのお猿さんが暴れていたのが、子供を産んでいて、その子を守るために暴れていたということが発覚します。結局ですね、暴れたことによりこの研究は凍結しますが、その子供はウィルに引き取られることになります。そのお猿さんの名前が今作の主人公シーザーという名前になっており
ります。Q シリーズと同じね名前のキャラクターとかが出てきますが、世界線のつながりはないとこう一旦思っておいた方がいいと思います。ただ同じようなことが起きてたりとか、思わず的な展開は見られます。このシーザーはその薬の効き目があったブライトアイズの遺伝子を受け継いでいるので、彼もまたですね成長し高い知性を発揮していきます。さらに手話を使ったコミュニケーションも人と取れるようになっていきます。ですが主人公ウィルの父親がですねアルツハイマーになってしまった。ピアノを弾いていた元気で聡明だった父に戻ってほしいということで、ウィルは禁忌の手段に出ます。秘密でですね ALZ112 かつて開発していた薬を父親に投与したところ、父親がですね劇的に元通りになるんですね。ある日獣医であるキャロラインにそのシーザーの治療を頼んだところで恋仲に発展していきます。はい、よかったねウィル、めでたしめでたしかと思いきや、そこから5年後、シーザーは成長してですね立派に育ったんですけれども、首輪もつながれていて、この環境に不満を持っていました。ウィルのこと自体はですね優しくて好きなんですけれども、やっぱりここは成長期の男の子、ずっと家の中でいて、さらにウィルもですねちゃんとこう出生の秘密を話すんですね。こう研究をしていて、君のお母さんはこういうトラブルがあって亡くなってしまったって話されたことで、やっぱりどこかですね心に影を抱えていきます。しかもさらにここで問題だったのが、一度治っていた父に112の抗体ができてアルツハイマーが再発してですね、また一人でこうフラ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 と外に出歩いてしまいます。その父ですね、まあ、シーザーからするとおじいちゃん的な存在ですよ。彼を守ろうとした結果人間に危害を加えてしまい、シーザーを捕獲されて保護施設に送られることとなってしまいます。ここで出てくるのがドッジランドンとですね、もう非常に嫌なやつです。演じるのは我らがハリーポッターのドラコマルフォを演じたトム・フェルトン。まあこういう役をやらせたらね本当にリアルに演じてくれて非常にリスペクトしてるんですが、ここでですね非常にこのひどい扱いを受ける同族の猿たちを目の当たりにします。ここで後のシリーズにも出てくるオランウータンのね賢者的なモーリスと、後に妻となる女性コーネリア、さらにもう相棒的なねダチロケットと出会います。そしてこうゴリラのバックと出会ってですね、彼らと交流していくうちに人間の汚い部分も見ていきます。一方その頃ウィルはですね父親のアルツハイマーが再発したということで、かつてその研究費を出していた会社のですね上司ジェイコブに、実は父親にあの薬を打ってアルツハイマーが治ったんだっていうですね暴露をしていきます。まあ倫理的には良くないことなんですが、ジェイコブとしてはマジかよと、よしもう一度あの薬を開発しようと再度開発が進められていき、今度は ALZ113 というより強力な薬を開発していきます。この時にもう人間からですね、見てください、この痛ましい目の傷とかひどい扱いを受け続けてきたコバという猿にこの113を投与したところを、一晩でものすごい効果を発揮していきます。この威力の高さからウィルはですね取り扱いに慎重を促していくんですけれども、そんな中で間に合わず、父親は亡くなってしまい、開発研究に強硬な姿勢を示すこの会社に嫌気がさして辞めてしまいます。そしてシーザーをですねこれまで以上になんとか助けようとして裏金を渡すような形で取り戻しに行くんですが、なんとシーザーここで帰らない、ウィルを拒絶してしまいます。シーザーはこの檻の中で知ってしまいました。ようやく出会った仲間たちがこんなにひどい扱いを受けていると、知性のあるシーザーは一人ですねこっそりこの施設を抜け出し、夜な夜なウィルの家に ALZ113 を盗み、仲間たちにコロコロコロと投与して、他の猿たちは知性が足りないのでやっぱりどうしても救いきれない、そうなった中、113を投与することで仲間たちの知性もアップします。猿たちを服従させてですね嫌がらせしてくるランドンに対して、とうとうシーザーここでノーと、嫌だとですね喋って言葉を発します。仲間たちである猿たちの解放の道を選択します。もうですね猿たちが街に暴れ出して、街は大混乱、銃撃戦にまで発展していき、ここでは猿たちの方にも犠牲者が出たりもするんですが、事実を知り駆けつけたウィルにですねシーザー家に帰ろうと、また元の生活に戻ろうと促していくんですが、シーザーはここがホームだと、ウィルのこと自体はですね優しい人間だと認識していながらも戻らないことを決意し、ウィルもまたそんなシーザーの姿を見て送り出していくっていうね、このこう演じているジェームズ・フランコの眼差しがまたいいんですよ。そして2人はとうとう別れ、橋の向こう側にある国立公園の森の中に仲間たちと共に帰っていくというお話です。
ここでは終わらずに、さらにエンドクレジット付近では ALZ113 ですね、コバに投与されたものっていうのは人間に危険なウイルスに変異するものだったんですね。研究開発も強引にスピーディーに進められたことであるトラブルがあってですね、コバが暴れた際に ALZ113 が人間に入ってウイルスになり、そのウイルスが世界中に散らばっていくっていうのでエンドクレジットを迎えます。はい、その後ですね、2014年猿の惑星ライジングが制作されます。ここからですね、1作目の方と監督が変わって、今作と次までマットリーブスが監督を務めます。あのクローバーフィールドでね、話題になって、で猿の惑星でキャリアを順調に積み重ねて、この後はヒーロー映画のザ・バットマンも監督するっていう方ですね。1作目から10年、世界中に散らばったウイルスは猿インフルエンザと呼ばれ変異し、感染が広がり、人類同士の争いに発展し、人間の文明はすっかり崩壊していました。猿は猿を殺さない。この掟のもと、シーザーは森の奥で集落を築き、チームで狩りを行い暮らしていました。もうこの時には子供たちもできて、猿たちの方は人間と違い繁栄していました。あれからしばらく人間を見ていない。人類はもういなくなってしまったのか。などと思っていました。コーネリアと、シーザーの子供ブルーアイズという、ね、男の子がいたり、さらに新生児コーネリアスというですね、新たな男の子もここで生まれてきます。仲間たちと繁栄していったねと思いきや、この森にある日突然人間がやってきます。当然ですね、人間たちが慌てて銃を撃ったことで猿たちも傷ついてしまい、衝突が起きてしまいます。実は人間は完全に滅びたわけではなくてですね、猿インフルエンザに免疫がある人たちがですね、その人たちだけで中規模ながらもですね、みんなでこう寄り添い合って生活していました。ただこの人間たちのコミュニティの方には燃料がないと、人々にはやっぱりこの明かりが必要なんですね。人間は森の奥にあるダムの水力発電、あれが復旧さえすればこの土地の電気も復旧するということで山にやってきてシーザーたちと出会っていました。ですが猿たちは人間が何を行ってきたのか知っています。シーザーはですね、人の優しい部分も知ってますので、人間のその集落の方まで行き、我々は争いを好まない、森の方に二度と近づくなと宣言してですね、危害を加えることなく去っていきます。ただし人間側の長であるドレイファスっていうのはですね、我々にとって燃料は絶対必要なんだと、猿たちの戦いともやむないということで争いを考えていきます。この時に、今作の主人公ですね、マルコムという男性は再度森の奥に行きですね、猿たち、シーザーを説得します。ダムの電気を戻したいだけだと、あれさえあれば我々は争いをしないと、危害を加えない、少しだけでいい、我々を見逃してくれと、その彼の懸命な説得を見てシーザーはですね、3日間だけ猶予を与えていきます。ですがここで前作にも出てきたコバはですね、今こそ殲滅のチャンスだと、やるなら今だシーザーと進言していくんですが、シーザーは争うんじゃないと、そんなことをしたら戦争で仲間たちが傷つくだろうとコバを抑え込んでいきます。この時にトラブルがありつつもですね、いろいろと結構問題発生するんですよ。このマルコムとシーザーによってですね、いやこれさえ終われば、これさえ終われば平和に共存できるんだっていうことで、なんとか乗り越えて問題解決に進んでいき、さらにこのシーザーの妻コーネリアはですね、病に倒れた時も人間たちの手によってですね、その病が回復されて、猿が今度は人間に救われたりもします。ついにダムの電気が戻って電力復旧、ありがとな、今まで悪かったなっていうほっこりした形に見えてですね、ここでやっぱり出てくるのが納得いかないコバ、人間を信用しちゃいけないと、人間側の武器をですね、もう頭の悪い猿を装って、その奪った銃でなんとコバ、オサであるシーザーを自ら撃ち、クーデターを行っていきます。さらにこのシーザーを狙撃したのが人間だっていうふうにですね、巧みにこの印象操作して猿たちをですね煽って、シーザーがやられたぞ、人間がやってきたんだって、猿たちから回戦を行うこととなってしまいます。コマに撃たれてしまったシーザーはなんとかですね、命からがら生きながらえていたんですが、それを見つけたマルコムたちによって人の町に運ばれて治療を行っていきます。この時に訪れたのがかつてのあのホームです。ビデオカメラに残されていたね、懐かしいウィルトのね映像を見て嘆き悲しむシーザー、一方コバはですね、人間に対してどんどんと戦争を仕掛けていくんですが、もう独裁力が強まっていきます。
猿たちの方にも被害が出てきて、コバ一旦やめようとなるんですが、言うことを聞こうとしない猿をですね殺したりして、行くしかねえんだってどん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 と煽っていって、その強硬な姿勢を崩しません。コバについていっていいものかと悩んでいく猿たちの前に、回復したシーザーが止めるために現れます。猿たちのボスを決める戦いが繰り広げられていきます。ここでドレイファスによる自爆にも近い形でですね、登っていた塔が爆破して大きな被害が出てしまいます。なんとかシーザーは勝利し、コバはエープではないというね、猿は猿を殺めないという自ら立てた誓いを破り、コバをですね突き落とします。一方マルコムからは、電力が復旧したことでドレイファスが人間の増援を呼んだと、ここにもうすぐ人間たちの援軍が来る、シーザー早く逃げた方がいいというんですが、もうシーザーですね全てのことを悟っていました。もう戦争というものは始まってしまった、我々猿は人間と戦うしかないと、お互いですね共存できると思った、すまないとですね、こう言葉を交わし、切ないながらもこの二人は別れていきます。猿たちは人間に対して開戦をしてしまった、その代償として人間の軍が猿たちに襲いかかってくる、種の生き残りをかけた戦いにリーダーとしてシーザーは赴かなければいけないというふうなですね、切ない幕引きをして、2017年、猿の惑星グレートボーイ物語は進んでいきます。前作の開戦から2年ですね、パンデミックが起きた後、猿たちの戦いに突入した人類はもはや絶滅危惧種とも言えるような存在になっていました。この時に聖戦を率いるシーザーがですね、森の奥に隠れてどこかで指揮しているぞということで、もう人間たちはですね必死にシーザーはどこだ、シーザーはどこだと彼を倒すために探していました。この時に人間だけではなくてですね、あの前作であったコバを支持していた猿たちが、今度はですねシーザーを裏切って人間側へと寝返るということで、人間たちの軍隊の中に一部の猿たちも混ざるっていう風なですね、混合部隊のような形になっていきます。この時にシーザーを執拗に追いかけ回していたのがアルファオメガ部隊ですが、シーザーは彼らの命を奪わず生かしてですね和平案も提案します。そのですね戦争に疲れていた猿たちの前に新天地があるぞということですね、探索に出していたロケットとブルーアイズが素晴らしい情報を持ってくるんですね。よしと、ここを出て砂漠の向こうにある新天地に行けば我々猿は安全に暮らせる、うすやーって寝てたところ、そのアルファオメガ部隊の上官であるウェズリー大佐の部隊がですね夜な夜な侵入してきて、なんと妻であるコーネリアと息子ブルーアイズですね、彼らは亡くなってしまいます。妻と息子が奪われ、仲間たちは安住を求めてですね新天地に向かう中、リーダーであるシーザーですね、俺は行かない、復讐を決意して自ら旅立とうとしていきます。ここで俺たちも連れてけよって、ロケットとモーリス、そしてゴリラのルカというね、かつての仲間たちとゴリラと共に旅に出ていきます。でこの道中ですね、喋れない少女ノバですね、まあ、旧シリーズにも出てきた彼女と同じような名前の少女が現れます。この旅をしている中ですね、仲間の一人であるアルビノのゴリラウィンターが実はスパイであったということが判明してしまいます。結果ですね、こう揉み合いになってしまい、このウィンターを手にかけてしまいます。猿は猿を殺めないというあのですね掟をシーザーは自ら破ってしまいます。以降かつてその復讐の炎に駆られたコバとですね同じようになってしまった自分、コバの原因ですね、シーザーは悩まされてしまいます。でその旅の中、さらに不思議な光景を目にします。人間がなぜか人間を処刑する、何をやってるんだと、彼らはどんどんと少なくなっているはずだ。他にも変わり者の猿バッドエイプとも出会います。彼もですねなんと喋ることができます。集落とは違うところからやってきた喋れる猿とも出会っていきます。このバッドエイプが結構ユニークキャラなんですが、まあ彼もまたですねこの戦いの中で家族を失っていました。シーザーのために追いかけてくれた仲間の一人からですね犠牲者が出てしまいます。もうこれ以上自分のわがままのために犠牲者は出せないと、一人で敵地に乗り込もうとしていくシーザー、ここでさらにですねショックな事実を知ってしまいます。新天地を目指して安住の地を目指して旅立ったはずの仲間たちが捕獲されて強制労働させられていました。全く違う道を進んでいたはずなのになぜこうなってしまったんだ、単独行動していた影響で自らも捕まってしまいます。この時にですね過酷な猿たちの強制労働を見て、なんとかですねこの水や食べ物を補給してくれないかと頼みに行った時に、大佐からある真実が明らかになってしまいます。実はかつて人類をですね死に追い詰めた猿インフルエンザがさらに変異して、今度は人が話せず知性も落ちない、もうあーって猿みたいになってしまう、退化してしまう、この突然変異を映画の中ではミュータントと表現していました。この大佐をここまでですね鬼にしたのは、実はその
退化してしまうウイルスに感染した息子をですね、自ら殺めたことで、もう大佐は吹っ切れて鬼になってしまいました。以降彼は、徹底した汚染排除、感染したと思われる人物は、もう即排除し、さらにこの汚物とか、遺品とかもですね、排除して、徹底的にウイルスが広まらないように行動していきます。当然ですね、その過激なやり方に、抵抗する人もいるんですけれども、なんとか科学で治療できるかもしれない、なんて言ってきた人たちも関係なくですね、その感染が広まるきっかけを作ろうとするものをですね、排除しまくっていた恐ろしい人物でした。このままだと人間は退化し、猿と一緒になってしまう。まさに、猿の惑星になってしまうんだと。ここでタイトル回収ですね。そう、この大佐っていうのは、人類側でも敵としてみなされている脅威の反乱者だったんですね。そのために猿たちに強制労働させて壁を作らせていました。ことの真相を知ったシーザーは深く後悔します。復讐の炎に燃えて心を失ってしまった人物の慣れの果て、リーダーなのに仲間の元を離れたことで逆に仲間たちが捕らえられてこんな目に遭ってしまうと。これまで圧倒的なリーダーとして仲間を率いていたシーザーに、今作では共に旅をしてきたですね、仲間たちの計画で猿たちはですね、脱出へと突き進んでいきます。そしてこの要塞に別の人類の軍隊がやってきて大規模戦闘へと発展していきます。シーザーは自らですね、大佐と決着をつけに行くんですが、その先に待っていたのは、なんと哀れなことか、あることがきっかけでですね、大佐もウイルスに感染して言葉を話せず退化してしまっていました。まあ以降ですね、シーザーは仲間たちを助けるためにこのですね、混迷とした戦場も走る、結局この基地は爆破してしまい、アルファオメガ部隊は壊滅、殲滅しに来た人類側の軍隊も勝ったぞーってやってる中で、その戦闘の爆破の影響でですね、雪崩が起きて全滅してしまいます。そしてシーザーたちは戦うことをやめて、ようやくですね、厳しい旅の果てに新天地を見つけ、安住の土地を猿たちは見つけることができました。仲間たちを見ながらですね、実は先ほどの戦いで深手を負っていて、その生涯にシーザーは幕を閉じることとなってしまいます。戦いに明け暮れた彼ですが、あの時ビルと共に過ごすのではなく、同族である仲間たちを解放する道を選んだ、その選択を全うしたとも言えます。もうこの時はシーザーとね、もうジョジョ第2部以来シーザーの名前を叫びたくなるようなね、完結を迎えます。そんなですね、俺の願い受け取ってくれとね、平和を愛した彼の願いが歪められてしまうっていうのが最新作の話になっております。2024年猿の惑星キングダムが公開されます。監督もですね、ここから変わりまして、ベス・ポールという方、メイズランナーのね、監督を務めた方で、まあ、この後ゼルダの伝説を実写映画化を監督すると言われている人です。時間軸も大胆に問います。前作から約300年後、新天地で猿たちは発展繁栄を遂げていました。一方ですね、突然変異したウイルスにより人間たちは退化してしまい、恐れていた未来、野生化してしまいました。この時に治めている王がプロキシマス・シーザーと、非常に強そう、彼はなんとシーザーの教えをですね、長年経って歪めて支配していました。まあ、この辺とかも結構現代に通じますよね。そして今作から若き主人公ハンター・ノアが登場していきます。これまでのがね、シーザー3部作だとしたら、ここから新しくまた始まっていきます。このノアがある時ですね、家族を奪われてしまう悲劇に出会います。その中ある少女と出会います。しかもこの少女、この時代間では人類は退化し言葉を話せないはずなのに、なぜか話せると、人類の中でもかなり知性が高い人間が現れていく。予告では彼女の名前メイと明らかになっていましたが、もう公式でもね、ポスターで言われております。そう、彼女の名前はノバだということが明らかになっております。ノバだ、どういうことだとね、300年前の時間軸で出てきたノバとはきっと違うでしょうし、でも旧3部作でもノバという女性が現れていました。旧3部作にあった時のような、あの時代間にこの新シリーズも追いついていくのか、そうなってくると、この最新作ではひょっとしたらテイラーたちのような人間が宇宙船に乗ってこの星に降り立ってくるのかも気になります。猿の惑星ジェネシスではですね、新聞で同じ名前のイカロス号が探査中にですね、行方不明になってるっていうニュースも明らかになっておりますので、出てきても不思議ではありません。知性とは一体何なのか、なぜ知性を持っているのに愚かな行為、裏切りに走って争いは止まないのか、そしてポスターでもある世界が覆る真実とは何なのか、完全新作で描かれるストーリー、新たな惑星の伝説を見逃すな。ぜひとも猿の惑星キングダム、映画館でご覧になって一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひともですね、チャンネル登録と高評価何卒お願いいたします。それではまた次の作品でお会いいたしましょう。さよなら。